嵐の松本潤四十、が主演を務める NHK 大河ドラマ、ドーる、家康、日曜あ八8.00は3日、第46話が放送された。話題、シーンを振り返る。以下、ネタバレ言う第四46話は、大、の陣、豊臣家復活を願う方向寺の鐘に、徳川家、松本潤を呪う言葉が刻まれたという。家康は、北川子が徳川に従い。 人質として、江戸に来、ことを要求。激怒した、王の春名が、修理、玉山哲次両家の仲介役、片桐勝元、川島淳香奈の暗殺を、が、家康はついに14年ぶりの大戦に踏み切る。全、大名に呼びかけ、30万の大軍で、大阪城を、包位、三、安人、村雨達号に手配した、イギリス聖王ずを、備え。しかし、 徳川の前に、弟子ろ、真田丸が立ちはだる、という展開。方向寺証明事件、慶長19年、1614年、大阪の陣、銅が描かれた。決戦は不可避。軍勢は、徳川30、豊臣は10万、零70の家康も、最後の戦へ、大阪城の南、一里の茶臼山に本陣を構え、指揮を取った。出には、 本田正信、松山健一に、この戦は、徳川、お名を切る戦となる。信長や秀吉と同じ地獄、背負い、あの世へ行く。それが、最後の役目じゃ。亡き世は、徳川秀忠、森崎ウィンに託し、自ら来たな、役を買って出た。徳川雄星も、数千の兵が討ち、に、大阪城の弱点、南側を守るため、真田信繁、向井渡るが、 平野口に気づいた、さなだに阻まれた。こ、さなだより、先、一歩も城に近づけるな。乱世を、愚は、愉快なものよ家康はついに、イギリス製つつ、カルバリン法による攻撃を決断。大阪城に、千姫、原なのかもいるが、秀忠に、戦が長引けば、利多くの者が死ぬ。これが、わずかな犠牲で終わり、出せるすべじゃ。主君たる者。 身内を守るため、多くの者のを死なせてはならぬと説いた。大阪、北の美前島砲台。砲弾は、約6キロ先とされる王、城元丸に届く。秀忠は、父上、やめてくだされ。父、やめろ。こんなの戦ではない。父上、もうやめろ、泣き叫ぶ。家康は、これが戦じゃ。この世で最も、かで、きい、人の所業じゃ。 織田軍の鉄砲隊が戦、最強の武田軍を蹴散らした第二十二話、したら元の戦、六月十一日が蘇る。この時は家康が呆然自失、末に涙、松平信康、細田義夫太氏が、とを植え、これが、戦、ございますかこれは、殴り殺しじゃ、とつぶき、その後、心を病んだ。SNS 上には、とても切ない、いや、せない回でした。 家康が上に立つ者として、そう、手草について語った言葉が、本当に重かった。中も千姫も秀よりもちゃちゃもみんな切ない、汚れ役、全部背負うんだな。見事な、長篠の回収でした。長篠の生産な現場で、信康が人格崩壊して死っているから、秀忠にやめてくれと泣きつかた時の家康パパの胸中、察するにあまりある、身を守るために兵を死なせるな。 よく考えたら、法事件を知ってるのは家康しかいないんだ。なあ。平八郎や小平太が生きてたいたら秀でだ、無言で殴っていたかもしれんな、などの声、上がった。次回は、第47話、乱世の亡霊、12月10日が放送、出る。